やってきたのは田上町。このトンネルを抜けると、さあ到着しました。僕がですねご紹介したい名山、こちらです。ごま堂山なんですね。ごま堂山はちょうどこの辺、田上町と五泉市にまたがってあります。標高は274メートル、寺が多くあり、ごま行が行われていたことからこの名がついたと言われています。空気がすごいいいんですよ。マスクしててもすごいわかるぐらい。なんでかって言ったら、ほら、新潟県森林浴の森100選に選ばれてます。もう癒されてます。もうここスタート地点からもう癒されてるんで、もう登頂まではだいぶ楽に行けると思います。ごま堂頂上まで 1800m、 初心者の方もいいでしょう。ここ見てください。ここ一番の難所、頑張れ。やっぱ登山らしいところはあるんですね。さあ山頂へ向かいます。竹林もめっちゃ綺麗。森林浴の森ということもあって、緑がお出迎えしてくれます。こういうのありがたいですよね。こう山漆だったり、こう植物の説明をしてくれてるんですよ。ヒメアオキとかね。青木さん褒められてますよ。植物との戯れが加速していきます。ツツジ食べれるらしいんですよ。いただきます。あ、酸っぱい。ローズヒップティーみたいな感じ。さらに奥に進むと、だいぶ急ですよ。ここ測りますよ。こうでしょ、ほら横にしたらもうこんぐらい。ここ今登っていきますから、ここが一番絶対難所の頑張れって書いてたとこだ。だってほら、もうちょっときつすぎて脱帽してる方もいますもん。これ誰か帽子忘れてますよ。体力に自信のある僕でもよろけちゃいました。挨拶が力に変わり、登り切りました。見えてきました。あと何メートルでしょうね。結構頑張ったけど、残り900メートル、1キロ切りました。緑に癒され歩き続けること40分。こちらですね、ごま堂山頂って。待ってろ山頂。あ、帰ってこないですね。空が近づいてきました。空との距離がだいぶ近くなってきたってことは、もう頂上はすぐそこ。わー、景色も良くなってきた。頂上が近づくにつれテンションも爆上がり、登山客と絡んじゃいました。ね、よく登られるんですか。地元だったの。あ、地元なんですね。だけ30分30分で登り切りました。今日35分だった。おー早い。35分くらい。新記録。いやね、もっと早いんだ。あ、いつももっと早い。今日遅い方。もう地元の人たちはもうみんな大好きなの。もう子供たちの声がすごい。ごま堂山登頂しました。お米の町新潟ですから、ちょうどこの今田んぼに田植えが始まって水が張ってる状態ですね。その景色をこう一望できるのもすごくいいです。いやいや、俺はいいから景色映して。神原平野が一望でき、新潟のメジャーマウンテン角田山、弥彦山も見えます。下山中、なぜごま堂山を選んだのか、重たい口が開きます。どうして今回ごま堂山を選んだのか、こちらなんです。皆さん見えますでしょうか、この歯の中にポツンとあるつぼみの塊。
アジサイなんですね。ただちょっと今回早すぎましたね。これからどんどんアジサイがなって、ほんとここ一面もアジサイ畑みたいな感じになるんで、満開になると様々な色をしたアジサイが咲き誇ります。見頃は6月下旬から7月中旬まで、お楽しみに。そして登頂したご褒美がこちらでございます。アジサイ茶屋、ここでどんなご褒美が待ってるんでしょうか。アポを取っていないため、まずはアポ取り開始。吉本のなんか BS チャンネルがあって、で食べるところ撮影してもいいですか。あ、いいよ。あ、いいですか、すみません、全然構わねえんだ。ありがとうございます、はい、ご主人ありがとうございます。注文して待つこと数分。おっす、すみません。あ、こっち、あ、こっち、こっちでした。こっち、ありがとうございます。悲しい、着きますか。着きます。うわ、めちゃくちゃいい。VIP 席を見つけたので、そこでいただくことに。ところで、いただきます。いやー、すごい透き通ってる。いただきます。欲張りすぎてむせちゃいましたが、うんうんうん、あー、つるっつる、のど越し爽やか、お酢の酸っぱい感じが山登った後にすごい効きますね。おいしい。そしてなんていうのも、景色ね、この景色を見ながら食べるっていうのがまた美味しさを加速させてくれますね。ここでご主人から急なサプライズが。本当っすか。うん、いざ T 乗っけて、はい、これ、あ、それと T のとこもらいに来るってこと。急に笛を吹くご主人。似合いますね、笛。手を広げ待っていると、ヤマガラという鳥に出会いました。子供たちも集まりだし、やったじゃん、やったこの笑顔。お、来た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 、びっくりした。おおおお、皆さんとお別れです。いやー、下山してきました。お疲れ様でしたって書いてあります。こちらこそありがとうございました。ごま堂山いいっすねー。